徳島自動車道は、徳島県鳴門市の鳴門ジャンクションを起点とし、愛媛県四国中央市の川の江東ジャンクションに至る、延長 105.8km の高速道路である。略称は、徳島道。高速道路ナンバリングによる路線番号は、鳴門ジャンクション徳島 JCT 間が、高松自動車道と松山自動車道とともに E11 が、 徳島 JCT 川の江東ジャンクション間が高知自動車道とともに E32 が各区間割り振られている。国土開発幹線自動車道の路線名は鳴門ジャンクション徳島インターチェンジ間は四国横断自動車道の一部で徳島インターチェンジ川の江東ジャンクション間は四国縦貫自動車道の一部となっている。2000年3月11日徳島 愛媛県境である境目峠を貫く、新境目トンネルを含む区間である井川池田、インターチェンジ川の江東ジャンクションの開通によって、四国四県の県庁所在地を X の字に結ぶ、通称 X ハイウェイが完成した。ほぼ全線が吉野川に沿って走行しており、同じく吉野川沿いを走行する国道192号が吉野川の右岸を走行するのに対し、 徳島道は、三好市内を除いておおむね吉野川の左岸の山肌を縫うように走行している。隣インターチェンジやは PA には、6本連続のトンネルがある。開通以来、IC 付近などを除く全線が、暫定に車線の対面通行で最高速度が時速 70km の状態が続いていたが、 ドナリインターチェンジ脇町インターチェンジ間の一部は2021年3月31日に4車線化され最高速度時速 100km となった。道路規格と設計速度はナルトジャンクション脇町インターチェンジが第一種第二級で時速 100km 脇町インターチェンジ川の江東ジャンクションは第一種第三級で時速 80km である。ほぼ全線で 暫定2車線となっているが、一部区間では4車線となっている。4車線化に向けた動き徳島自動車道は、2020年現在で、ほぼ全線が暫定2車線区間となっており、4車線化されているのは、インターチェンジ周辺などの11区間の 14.7km に限られているため、徳島県や沿線自治体等は渋滞緩和や、安全対策として、早期4車線化を、 国土交通省や西日本高速道路株式会社へ要望している。現在は西日本高速道路株式会社が主体となって、藍住インターチェンジは木町インターチェンジ間、三間インターチェンジ吉野川サービスエリア間における拡幅の計画が立てられているが、高松自動車道で全線4車線化が決定するも予算が計上されず施行が止まっていた。拡幅には、 通行量1日1万台がメドとされている中で、1日約7000台にとどまっており、完全4車線化の見通しについては、不透明である。なお、2016年8月25日に、西日本高速道路株式会社四国支社は、脇町インターチェンジ隣インターチェンジ間において、アワピエ付近を中心とした、区間 7.5km に付加車線を設置することを、 明らかにした。脇町インターチェンジ隣インターチェンジ間の前後に、ある、不可車線を含めた1 0 2トルを4車線化し、おおむね5年程度を目標に供用開始を目指している。その後、戦術の RPA 付近の7 5トルに、関しては、2020年12月19日に、対面通行が解消され、翌2021年3月31日に4、車線化された。 2019年には国交省により、藍住インターチェンジ川の江東ジャンクション間が4、車線下優先整備区間に指定された。トンネルの数ハイウェイラジオ24時間、交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して、作成2010年度の調査では、全線を平均した、交通量は6864台。最も交通量が多い区間は、 藍住インターチェンジは木町インターチェンジ間で8000台を超えている。2005年調査と比較した交通量は全線を通して増加しているが混雑度は1.0を下回っており混雑することは全線を通してほとんどない。また暫定に車線の影響で最高速度は全線で時速7 0トルであるが実際の旅行速度は 昼間12時間で全区間で時速 70km を超えており、最大時速 81km で流れている区間もある。ありがとうございます。